おはようございます。今日は、7月18日、ちょっと暇だったので河口湖まで来ました。登竜門のメンバーがいると思ってきたんですけど、みんな昨日のうちに帰ったみたいです。で、有名なユーロカープの萩原さん、萩原さんって言っちゃダメなんですか？H さん、名前は 大丈夫ですか？あ、いや、萩原さんです。顔を映さない方がいいですよね。まあ、どっちでも大丈夫。まあ、いいです。俺、自分が映んないんで。どうでした？何本つきました？昨日昼から来たんですよね。昨日夕方までに、3、4本。3、4本。で、今日も多分、4本ぐらい。ぐらいですかね。あと、匂いが。匂いが。まあ、匂いはしょうがないですよ。さすがですね。というわけで、有名なユーロカープの萩原さんでした。で、また今度会ったらまた釣り方を教えてください。こちらこそ。よろしくお願いします。ここは第一駐車場っていうポイントらしいです。そうですよね。 でもいいですね、涼しくて。まだ平地に比べれば。富士山がちょうど雲をかかって見えないです。さっき萩原さんにいろいろポイントを教わったんですが、どっから入ればいいか分かんなくて、とりあえずこの河口湖大橋のところ来てみました。あれは何でしょう、ただのキャンプでしょうか、釣りでしょうか。ナンバーがあれなんで、まあ、さっきの、まあ、萩原さんも1日で10本ほど鯉釣って、90代が2本出たらしくですね。で、登竜門ももう相当数出してるらしいので、まあ、私ん家から遠いので、っていうか今日いるかなと思って何の連絡もなしに来たら、昨日帰っちゃいました、登竜門の人たちは。 というわけで、河口湖、また今度来れれば、今度は釣りしに来ようと思います。ではまた次の動画よろしくお願いします。